本当に子供としては見れなくてなんか役者としてあの同じこう土俵に立ってるみたいな、そういう感覚で今日はやらせていただきました。ありがとうございます。でもね、こうすぐ泣けて恐るべし。よーい、スタート。福岡は今本当にお姉ちゃんなんだ。いい感じです。ブックオフに本を売ってください。大変勉強になります。番組であの声を担当されていて、なんか優しい声で素敵だなって思って、なんかすごいドキドキというかワクワクしておりました。心くん の, そのドキュメンタリーの声をやらせて、ナレーションをやらせていただいたんですね。やっぱり頭が良くないと子役ってできないんだろうなって思うんですけど、あのいろんなことをちゃんと深く考えてるんだなってその時思って、なんか本当に子供としては見れなくてなんか役者としてあの同じこう土俵に立ってるみたいな、そういう感覚で今日やらせていただきました。ありがとうございます。でもね、こうすぐ泣けて恐るべしびっくりされました、まあ子役の方たち皆さんね、本当にすぐ泣けるんですよね。その技が欲しいですね。大変勉強になりました。僕こそ全てに大変勉強になったんですけども、セリフでも大変勉強になりますって笑顔で言うんですけど、なんか本当にすごくお芝居通り勉強にならせていただきました。小屋さんみたいなこう演技今後できそうですか？いや、もう習得に時間がかかるので頑張りますもう積み重なれて、もう努力して、本当に素晴らしかったな。本当に僕も頑張ります毎日。いや、あんまりね、私の方向に向かうと心くんどこへ向かうんだって言われちゃうからこれはこれって忘れた方がいい。そんなことないですよ。本を大量に片付けるならまとめてブックオフに売ってください。その芝居じゃ同情買えないわ。ブックオフに本を売ってください。本を売るならブックオフ、そのままお店で売れるのでブックオフに本を売ってください。どうして？ブックオフは今本当にお姉ちゃんなんだ。それ芝居でしょ、私にはわかるの。え？本を売